大和川県区大和川県区は大阪府大阪市住吉区清水区三丁目にある半海電気軌道の県車施設県車両基地である半海電気軌道が所有するすべての車両が配属されている阿堀古道停留場に隣接しており阿堀古道車庫と称されることもある半海電気軌道開業時より使用されていた南海鉄道大阪軌道線今宮車庫に代わって 1924年6月に大和川電車庫として新設され1937年8月に車両工場が今宮車庫より移転してきて成立した機動線車両専用車庫である。1955年頃までは100両以上収容していたこともあり、在籍車両38両となった現在となっては随分ともてあまし気味の広さである。東側に隣接する二棟のマンションや 南海ライフリレーションが浴びこ道が立っている場所も以前は車庫の敷地であり、マンションの場所には木造の車両工場があった。竣工でそれまでは留置線だった。車庫内には部品取り用の1 6 1系1 6 3号や廃車となった1 6 1系1 6 5と同じく廃車となったも3 5 1系3 5 2号が留置。 も2 5 1系2 5 6号が保管されている。ほか、港内入れ会社として TR-1TR-2 でと11型が存在する。毎年6月に開催される路面電車祭りの会場ともなる。東京尺の北側に半海電気軌動本社がある。南側には山和川が流れており、大阪市住吉区と堺市堺区の境界となっている。 半海百年半海電気軌動株式会社、ありがとうございます。